南昇作戦は日中戦争において中国国民革命軍と大日本帝国日本軍との間で行われた戦闘。厚生省南昇市を中心に行われた。武漢作戦が終結してからは初めての大規模な戦闘となった。別名を南昇海戦とも言う。武漢作戦で中国軍は日本軍に敗北し観光を喪失した。しかし、 中国が戦意を喪失し日中戦争が終結することはなく、首都をすでに中国奥地の重慶に移動させていた中華民国は徹底抗戦の構えを見せる。日本も日中戦争が泥沼化し、終結への収集の見込みがついていないことを悟り、占領地の積極的な拡大方針を打ち切った上、これまで獲得した占領地の治安確保を重点とする。 戦略時給方針を打ち出した。そのような中で実行されたのが、旅集団作戦の一部である、日本の南省への進行作戦である。武漢の南東にある南省は、鉄道の要所であり、第三戦区と第九戦区を結ぶ主要な補給線になっていた説、線が通っていた。また、超高沿いの航路を脅かすことのできる飛行場の所在地でもあった。 日本軍の南章への進行は、こうした鉄道や飛行場を脱取することで、江南一帯を安定して確保することが目的であった。かつて国民革命軍の第5戦区と第9戦区の根拠地であった武漢は第2本、帝国陸軍第11軍の基地として使われた。一方中国国民党は第9戦区の指揮系統を再編成し、指揮官は名義上鎮政が、 武漢作戦からそのまま務めることになっていたが、実際のところは、節学が作戦を指揮した。海戦が勃発する直前には、国民革命軍は52個、師団20万人を南章に集結させていたものの、平坦に問題を抱えていて、効果的な編成ができていなかった。1938年7月、日本軍は武漢を攻撃している間、同軍は、 南省にも接近しようとした。しかし国民党革命軍は、おさむすいに有力な陣地を築いていて、日本軍の進撃はそこで停止させられた。その後も川の両側で、降着状態が続いた。89式戦車校前期型1939年春、日本軍は南省攻略のため増強された部隊で進行を開始した。三月二十日、 岡村康治司,司令官が直接指揮を取る、砲兵部隊が、おさむすの中国軍防護陣地を砲撃。この砲撃は200門余りの銃砲を有する部隊が3時間に渡っていったもので、日中戦争時の日本軍としては最大の規模を誇った。また、おさむすの陣地へ、日本軍は化学兵器を使用した。ガス弾である赤弾が1万発以上用意され、そのうち、 相当数使用されたと言われている。その後、砲兵と戦車によって支援された日本軍は、オサム水の都下に成功した。3月26日までに、日本軍は、オサム水に確保した、京東補から南昌西門にまで進行した。この時、戦車によって支援された日本軍は、第3戦区からの中国の援軍を撃破している。その後、岡村部隊は、 南省の北から南に向かっている別の日本軍の連隊と合流し南省の包囲攻撃を開始。翌日中国側が大損害を被り南省の街は陥落した。日本軍は4月まで南省周辺の農村地帯の抵抗戦力の相当を行った。日本軍に南省市を奪われたのにもかかわらず、厚生省にいる中国軍は引き続き抵抗を続けた。 4月末に日本軍は一部の部隊を他の地域での作戦を支援するために移動させた。中国国民党は日本軍の戦闘部隊の兵力が弱体化したことを好奇と捉え、南昇市奪還のための反撃を計画した。日本軍の外部への接触を遮断し、後方から敵を撹乱させる作戦であった。4月21日、 第3戦区と第9戦区の勢力によって南昌の北、西、南から奇襲攻撃が行われた。南昌南部では奇襲した国民党軍が迅速に日本の守備を突破。5日間の容赦ない攻撃の後、4月26日には南側から攻勢をかけていた第32集団軍が南昌市の郊外にまで進行した。一方、 中国軍の攻勢の中でも日本軍はおサムスイを保持し続け、そこから継続的に日本軍に補給と援軍を送り続けた。4月27日、日本軍は市の南部で反撃を開始した。大砲による射撃支援と空からの支援によって日本軍は都市周辺のいくつかの拠点を奪還。中国軍の師団は撤退することを余儀なくされた。翌週は、 日中両軍が守備陣地にこもっていたため戦闘は停滞した状態となっていた。蒋介石はこの紛争を早急に終わらせることを望み5月2日に南昇を取り囲む中国の部隊に5日までに都市を奪還するよう命じた。この命令によって中国軍は南昇をめぐる戦争を早期に終わらせようと新たな攻撃を計画、開始したが日本軍は 継続的な援軍を送っており、この日本軍を押し返すことはできなかった。数日間の激しい戦闘の末中国軍側は死傷者を多数出し、疲弊しきって5月9日に撤退を余儀なくされた。同様に日本軍も疲弊していて退却する中国軍の追撃はしなかった。この戦闘の影響による死傷者は中国人が五万百二十八人。 日本人が2万4千人と報告されている。南省の陥落後、日本側は厚生省と湖南省の支配を強化した。しかし、中国国民党はその地域での存在を維持し続けた。日本側の勢いは、ソビート連邦との国境衝突により中断され、その後すぐに、ノモンハン事件が勃発した。ありがとうございます。